さあ始まりました楽天ゴルフチャンネル。どうもオリエンタルラジオの藤森です。菅原大地です。よろしくお願いします。お願いします。さあ大地プロ、はい、今回はですね初の、はい、ナイターラウンドレッスンということで、だいぶ雰囲気がガラッと変わりましたね。本当ですね、はい、でもナイターまあやっぱ過ごしやすいですね。この風もね気持ちいいですよね。気持ちいいですし、夏の終わりの本当にこう涼しくて、スズムシもこうなんかね、なんともいないというね、はい、また球もはっきり結構見えますし、はい、いうことはい、今回はナイターゴルフということなんですけど、はい、ナイトライフの噂が絶えない藤森さんの、はいはい、直近の19番ホール系のお話をお伺いできないでしょう。いや大地君そんなこと聞かないからあの損しますよ。聞かすなよ。大地プロそんな質問する人じゃないんだから、はい、なんで無理にそんなことさせるんですか。カンペ通りに読ませていただきます。本当申し訳ございません、はい、あそこはでも今時10、いやそこはでもって追求しないでください。追求しないですか、はい、あなた本当ここのディレクター悪くてですね、はい、もう最近あの実はプライベートでも、はい、レッスンしていただいたりとか、はい、ラウンドした後にあの動画を送りつけてですねでちゃんと丁寧に返してくださるんですよ。それはここはこうなってますんでねと。いや本当すみません、お世話になります。いやぜひ藤森さんには芸能界、はい、ナンバーワンをそうですね奪っていただきたいと思います。はい、もう必ずや、はい、大西ライオン、あのライオンの首を取って、はい、戻ってまいりますね私。そうですね、はい、心配させないとダメです。心配させます、はい、心配ないさじゃないんです、はい、心配させましょう。待ってろ大西ライオンということで今日も菅原大地プロの、はい、極上なラウンドレッスンを受けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあじゃあ2ホール目、はい、すごい打ち下ろしのショート、はい、150ヤードの打ち下ろしでですね、はい、まあ、26高低差あると書いてあるので、はい、まあ、125ヤードくらい。はで風がちょっとこう右から感じますし、ピンは今日はですね池の方に振ってあるんで、はい、マネジメントとしてはやっぱりピン右サイドしっかり狙って、藤森さんと番手はどんくらいですか。125くらいだとピッチングぐらいですか。ピッチングで、はい、そうですねちょうどいいと思います。まあ、左引っ掛けた時のこともケアするとちょっと右広めに狙っていいのかなという感じですね。はい、分かりました。はい、こういう打ち下ろしの時は、はい、まあ、打ち上げもそうなんですけど目線が結構その上がってる下がってるでこの翻弄されやすいので、はい、もちろん方向確認する上で見ますけど、はい、最終的には自分と目線同じ高さくらいに打ち出したい場所をやっぱ意識していないと、意外と打ち下ろしだと、はい、こうターゲットに体が突っ込みやすかったりするんで。わかりました、はい、じゃあいってみます。はい、ちょっと左巻いてますけど耐えて、頼む耐えて危ない。えポチャンしてないね。止まりましたかね。ちょっと手前ぐらいだったかな。左手前に止まってそうです。はい、よくない。ちょっと今巻いちゃいましたね。ちょっとまあ風で巻いたっていう感じで。あ、結構風もあったんですね。球としてはいい、はい、球でした。てかやっぱこんだけ打ち下ろしあると本当どこに落下するか分かんないですね。風の影響やっぱ滞空時間が長いので確かに受けやすいです。打った球自体は、はい、今までの藤森さんのショットとしては、はい、フック少なかったですよ。やっぱりそうですか。すごいいい球だったと思います。ありがとうございます。私もピッチングでやっぱり右のねこういう時広くって第一プロ言ったみたいに右の広いとこ。そうなんです。意外とまだ気持ちはピンに向いてました。はい、やっぱ右向ききれてないです。欲が出ていました、はい、アドレスからはちょっと怪しいなっていう感じではありましたね、はいはい、僕はなんか奥のなんか照明の機械があるんで、はあはあ、あの辺をあの辺を狙って、はい、もう乗ればいいかなぐらいの感じで。それでも結構風でやっていくと結局寄っていく。そうそう、手前ですか。あ、手前ですか。わ、距離感難しい。ちょっとね、はい、だいぶ手前でしたね。やっぱ距離感むずいですね、こんだけ下ろしてると風が意外と上空が上げてたのかもしれないですね。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。行
切れて返すねこれ。危なかった。危なかったですね。はい。キック次第ではって感じでしたけど。第一プロはもうピンにまっすぐ。そうですね。僕はそこです。ちょっとやっぱね、あんだけ上から打ってるんで難しい。やっぱ距離感合わせるのは。はい。さあちょっと第一プロにまず、はい、行きたいと思います。お手本見せてもらおう。こういうのってね、ここはこれでワンパット決めたいですからね。グリーンが受けてって登ってるんで、はい、普段アプローチ5につあの58度使うこと多いんですけど、はい、ちょっと52度でほうあのランが出やすい。あ、なるほど、はい、転がしていくと58だと結構止まっちゃうんで52でいきたいと思います。はい、ちょっと攻めすぎましたけど。おお、いやいい、狙っていきましたね。はい、入れに行ってましたよ。ちょっとね、よくかきましたよ。ビタッと。僕の方がもっとこれライが。そうですね。打ち上げなんですけど、左が上がってるんで左足が。はい。あのボールが上に行きやすい分、こう思ったよりショートしやすかったりするんで。はい。まあこの場合2択あって、しっかり大きく振るか、はい、大きく振らない分ロフトを立ててハンドファーストに構えるか。でもそれってこうちょっと刺す感じですよね。そうですね。それ難しいんですよ。それか刺すまでもいかなくても、はい、傾斜に沿って左肘を抜いてあげる。こういう風に肘を、はあはあ、だから構えを最初からちょっと五角形で構えるんですよ、藤本さん。はあ、ハンドファーストで、はい、で左肘こう抜きながらいけばロフト立てたまま、そうそうそう、ハンドファーストに打てるんで、お割とこれの方がちょっとやってみます。ドンって刺さらないんで、まあ、これでも結構ロフトが上向いてるんで上には上がってきますけどね。はい、58ですか。これは58です。58で58だと結構ね、思ったより振らないと。なるほど。飛ばないですよ。ちょっと左行きやすいんで気をつけましょう。うまい。ナイスですね。まあ、やっぱり58だとこうなるんで、もうちょっと勇気を持って振っていいかなっていう。そうなんですね。はい、当て方はすごい上手でした。勉強になる。いや、ここ決めてパーでしのぎたい。はい。いきます。はい。うまい。いやー、弱い。あー、もったいない。ラインは完璧でした。よかった、先です。急ブレーキしましたね。急ブレーキしちゃいました。やっぱりナイターゴルフなんでちょっと重たいですし、はい、やっぱりこう梅雨がついてきたんで、夜梅雨が。そうですね、ちょっとブレーキ。そうか、そういうこともあるんだ。しますよね。グリーンが重たいんでちょっと打たなきゃいけないですね、特に上りは。さあ、第一プロは逆に下りですね。そうなんです、下りなんですけどね、そんなにこう早くはないと思うんで。カモン。あー、これはね、おお、転がる。思ったより早 い, いや、これはね、打っちゃいましたね。思ったより。そんなに早くないんでとか言ってますけど、はい、結構下ってます。結構下ってた。だってこんなにオーバーするなんて珍しい。下ってました。ナイスです。ありがとうございます。ボギーです。しっかり返しはちゃんと入れるとなんとか入りました。よかったです。はい、いやでもいい感じの雰囲気じゃないですか、藤本さん。なんかそうですね、はい、なんかこうスコア狙っていけそうな雰囲気は。そうですね、はい、はい、あります。行きましょう。昨日でも本当に第一プロのオンラインレッスンのおかげで、あの家でものすごいイメージだけ作る素振りしてたんで、ちょっとそういう意味では。でもそういうの大事ですよね、はい、結局イメトレとか素振りがすごい大事なんで、ね、やっぱ、はい、うち練習場行って本当にただただフルスイングで球打っちゃうとなかなか練習に実はならないってことを第一プロに教わって、うん、だから今逆に家の絨毯、はい、一分だけめちゃめちゃ擦れてますもん。すごい減ってるんですよ、そこだけ。でもそう、本当大事なんですよ。僕もずっと言い続けてきてるんですけど、はい、やっぱ打てば打つほど形が崩れていく人って結構多くて、はい、本当に素振りでもうしつこく確認しながら、でもボール打つとすぐやっぱ戻ろうとしちゃうね、元に。それがすごい成果が出てます。ゆっくりゆっくり、ここだけもう、うん、
楽天ゴーラの楽天ゴルフスコア管理アプリではスコア入力はもちろん GPS コースマップやリーダーボードなど全ての機能が無料で使えます。さらに最新のアップデートにより GPS コースマップで高低差も加味した予測距離の計測ができるようになりました。打ち上げ打ち下ろしのコース戦略もこれでバッチリです。今すぐ楽天スコア管理アプリをダウンロードしてください。